本日のプログラムについて説明させていただきます。本日は3つのセッションを設けておりまして、まずはじめにサトレプスの生物資源領域のインパクト拡大に向けてということで、JICA の経済開発部の方より発表させていただきます。引き続いて優良事例の紹介ということで、2つのプロジェクトについてご紹介、ご、あの発表していただきます。で、その後でパネルディスカッションに移らせていただき、そこではサトレプスのインパクト拡大に向けた工夫と課題というテーマで、名古屋大学の浅沼先生をはじめ、パネラー石川先生、増田先生、佐藤専門医にご登壇いただいて、パネルディスカッションを開催したいと思います。それでは本日の最初のプログラムに移らさせていただきます。まずはじめに STIDX 室斉藤室長よりご挨拶を差し上げたいと思います。斉藤さん、よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。JICA ガバナンス平和構築部 STIDX 室の斉藤と申します。本日はセミナーにご参加いただき誠にありがとうございます。開始にあたりましてご挨拶させていただきます。近年途上国が取り組むべき課題は大変多様化してございます。ODA といたしましても、様々な課題にいかに効果的な処方箋を持って取り組めるかといったことがますます重要になってきてございます。そのような中で、このサトレプスは、この日本の科学技術力を結集いたしまして、従来にはない効果的な課題解決の処方箋を創出すると、そういった事業であると考えてございます。研究の分野と開発の分野で力を合わせることによりまして、課題解決に新しい処方箋、力を生み出すことができますので、今後、課題が複雑化するこの国際協力において、一層期待の大きい事業であると、というふうに認識してございます。で、このサトレプスにおきまして、私ども JICA として一層強化していきたいと考えておりますのは、この生み出される知識の社会実装でございます。サトレプスの最終目的は、相手国と協力しながら、日本のこの科学技術力が、その国の課題や、地球規模の課題に、実際に、役立つ、解決に至るということでございます。そのためには、創出された知識、技術が途上国の現場で活用される必要がございます。すでに確立された方法論とは違いまして、これは必ずしも簡単な話ではございません。実施にあたっては、さまざまな工夫や取り組みも必要になってくるというところでございます。このような背景のもとに、本日はサトレプスにおいて、社会実装を実現するために何が必要か、どのような取り組みを行うと良いのかといったことにつきまして、事例や皆さんのディスカッションを通じて考えるセミナーでございます。先ほど冒頭にご説明ありました通り、まずは JICA のこの生物資源領域、農業分野での取り組み、サトレプスの取り組みをご紹介させていただいた上で、経験豊富な先生方に本日ご登壇いただいておりまして、事例の紹介ですとか、そしてディスカッションを行います。これを通じまして、実際の経験や教訓から学びを得られないかというふうに考えております。ご登壇の先生方、そして JICA の専門員の方々、本日はどうぞよろしくお願いいたします。そして本日ご出席の皆様方からも、ぜひご意見やご質問をいただきたく、どうぞ積極的にご参加いただけますと幸いに存じます。私ども JICA もですね、このセミナーを通じて、より良い事業を推進できるように、皆様のご意見や知識、ご知見をいただく機会ともさせていただきたいと考えております。それでは私からはこれぐらいにいたしまして、メインのプログラムに入っていければと存じます。皆様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。斉藤さん、ありがとうございました。では続きまして、サトレプス生物資源領域のインパクト拡大に向けて、研究成果の社会実装を促進するための3つの工夫ということで、JICA 経済開発部課長、畔上さん、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。 JICA 経済開発部の畔上と申します。よろしくお願いいたします。私の担当している課でもいくつかサトレプ3件を実施中、あるいはこれから実施するっていうこともありまして、じゃあスライドを投影しますので、こちらの方でご説明します。ですね、今日は2つに分かれて、まず JICA のですね、課題別事業戦略グローバルアジェンダと呼んでるんですけれども、これは JICA のいろんな課題がありますけど、その課題の協力方針として今年度20課題を合計で整理したものがあります。でそのうち農業農村開発持続可能な食料システムというのが農業分野では設定されてますので、これの概要をまずご説明しまして、でその後に今回メインのお話でありますサトレプスの社会実装促進のための工夫という形で意見を述べさせていただきたいと思っています。これはホームページ、 JICA のホームページにも載っていますけども、載っているんですけども、 JICA のグローバルアジェンダの20のうちの、農業分野での、概要になります。世界で、ごめんなさい、これはすみません、農業分野の大目的としましては、農村分野の貧困削減というものと食料安全保障の確保という、この2つを大目的として進めております。まず現状と課題ですけども、世界で貧困飢餓に苦しむ人々というのの8割が農村部で生活している状況にあると。でそしてその多くが小規模で十分な所得がないという状況にあります。でこういう状況を踏まえまして、小規模農家が農業で生計を立てていけるように、自給的農業じゃなくてビジネスとしての商業的農業を推進していくということが課題だというふうにこちらとしては捉えております。で一方ですね、世界の8億人は食料が足りていないという状況にありつつも、食料生産の約3分の1が捨てられていると、近年日本でも話題になってます、食品ロスの話ですけども、この削減に向けた取り組みというのも飢餓撲滅とか食料安全保障の確保とかいう上で課題というふうに考えています。で広いこういうテーマに対応するために、JICA では特に重点を置く取り組みというのを5つ定めて推進しているところです。で次から少し簡単に紹介させていただきます。まず1つ目として、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、SHEPという小規模農家向け市場志向型農業の振興というのをまず1つ掲げております。英語で SHEPというのは頭文字なんですけれども、スモールホルダーホーティカルチャーエンパワーメント&プロモーションというこの頭文字を取って SHEPと呼んでいます。でこれはケニアで始まった農業普及アプローチのことでして、特に市場ニーズを踏まえた農業活動を行っていくことで、農家のエノマインドをまず作ってから売る、作ったものをどうやって売るかということじゃなくて、売るためにどういうふうに売るために作っていくかっていうマインドを変えていくということであります。でまずはそしてその農家と市場関係者の情報のギャップを埋めていって、農家の営農力を高めていこうという農業普及の手法を取り入れています。でこのアプローチはアフリカで基本的に始まっているんですけども、他の開発パートナー、ドナーですとか NGO ですとか民間企業ですとかと一緒に進めていって、ゴールとしては2030年までに100万世帯の小規模農家の生計を向上という形で今進めておるところです。でアフリカのみならず、今ではアジアですとか中東ですとか中南米でも展開しているようなアプローチとなっています。これが一つ目のSHEPというものです。で二つ目ですけども、アフリカ地域における稲作振興ということで、これもカードという名前でコアリッションフォーアグリカルチャーライスデベロップメントというインアフリカということで、ご存知の方はいらっしゃるかと思うんですけども、アフリカの米需要増加に伴って、アフリカの米生産量を倍増させていきましょうという取り組みを2008年から始めておりました。で、この前10年間達成して倍増を達成したということで、 JICA もそれに貢献しましたけども、さらにどんどん需要が伸びている状況ですので、新たにカードフェーズ2としてさらに倍増という目標を新たに掲げて取り組んでいるものです。で具体的には下にライスアプローチという形で、レジリエンス、灌漑ですとか気候変動の耐性品種の育種ですとか、
インダストリアリゼーション、ビジネス化ですとか機械化で、コンペティティブネス、品質の問題で、エンパワーメントで、農家の普及ですとか、そういうあたりをアプローチの柱として、これに貢献する形で JICA でもプロジェクトを実施しているところです。で、その他残り3つありますけども、まず東南アジア地域のフードバリューチェーン構築ということで、フードバリューチェーン強化というのは東南アジアに限らずどの地域でも重要ですけども、その中で特に経済発展が進んで食のニーズが多様化している地域、また日本企業も多く進出している東南アジアというのを重点地域として定めて推進しているところです。で、4番目は島嶼国の水産ブルーエコノミー振興ということで、特に小さな島嶼国は産業基盤が非常に限られていて、その中でも水産資源というのは非常に貴重な存在ですので、水産資源の利用や資源管理などを推進しているところです。で、5つ目として家畜衛生強化を通じたワンヘルスの推進ということで、主にアジア、アフリカにおいて家畜衛生への取り組みも推進しております。と、以上の5つがJICAで特にクラスターと呼んでるんですけども、この分野を特に中心に推進していることになっています。で、これも JICA だけで実施していくというのは非常に難しくてですね、他のパートナーの方々との連携っていうのを重点に置いています。具体的には民間企業であったり、他のドナーであったり、大学の関係者であったり、さまざまな方々です。で、またスマート農業ですとか DX 推進ですとか、途上国でのイノベーションの推進も図るということを掲げております。まさにサトレプスというのはそれに貢献するスキームだと理解しています。で、今申し上げた、グローバルアジェンダの、まとめの図になります。上のところに課題として主要、緑のところですね、主要課題として農村部の所得貧困と高い飢餓のリスクという大きな課題がありまして、それに対応する形でグローバルアジェンダとして、農村部の貧困削減、真ん中のところですね、農村部の貧困削減の実現と食料安全保障の確保への貢献ということで、下の黄色のところクラスターというのが先ほど5つ申し上げたクラスターなんですけども、まずその上の主要な取り組みということで、これは特に地域によらず、このグローバルアジェンダを達成していくために必要な取り組みを4つ置いています。包摂的なフードバリューチェーンの構築、稲作振興、水産資源の管理活用、畜産振興、家畜衛生強化と、この4つが主要な取り組みとしてまずありまして、その中で特に地域や分野を定めて重点的に推進していこうというのが黄色のクラスターということで5つを掲げておるところです。一番下の手段というところですけども、これら目標を達成するための手段の中で、白い囲まれているところが7つありますけども、適正技術の開発、 STI 推進ですとか普及ですとか農村企業ですとか手段がいくつかありますけども、STI というのもこの重要な手段の一つに考えています。そして横断的な視点としては、フードバリューチェーンですとか、包摂性、持続性、レジリエンスというのが重要と考えています。以上が農業分野でのグローバルアジェンダとして JICA が取り組もうと、あるいは取り組んでいる協力方針となります。次からですね、サトレプスの簡単な概要と今日のテーマである社会実装の件について少し述べさせていただきます。これはちょっと情報が古いんですけども、各領域で毎年どれぐらいの数が採択されているかという表ですけども、大体どの領域でも2件から3件程度が毎年採択されており、地域としてはアジアが一番多く、次いでアフリカ、中南米という順番になっています。サトレプスの大目的としては、ここに掲げてますように地球規模の課題の解決とその成果の将来的な社会実装という2つにあります。社会実装という言葉が、関係者によってなかなか共通理解するのが難しい言葉かもしれませんけども、具体的な研究成果の社会還元として捉えております。で、この社会実装というのはやっぱり事業期間中5年間の中で達成というのは容易ではなくて、社会実装に向けた道筋を立てたというところにとどまるものが割と多く見られるため、今回今日のようなセミナーをきっかけに考えていければと思っています。
生物資源領域における社会実装ということで、各立場によって異なる認識があるのかなというふうに考えています。例えば政府行政機関ですと、環境規制の法整備、普及の制度化、産業の創出、遺伝資源確立等々、比較的時間のかかるものが多いと思います。また研究機関側としては人材育成ですとか、新たな技術の獲得ですとか、研究成果の販売利活用というので課題により変化するものであると思います。生産者側で言いますと、品種の市場に流通ですとか、技術の改善、収量向上、そして所得の向上ということで、これも非常に時間がかかると。ただこういうことに貢献していくためにサゼプス事業の研究をやっているということですけども、やっぱり関係者間で社会実装のイメージが異なるのが現実と思います。同床異夢になってないかというのが課題になっています。ですので、個々のサトレップス事業テーマによってどのように社会実装を位置づけていくかというのを共通理解を持つというのが必要だと考えています。そのために、3つの工夫ということで、まず1番目に技術の最終ユーザー、例えば業界団体であったり民間企業であったり、および技術普及の担い手、普及ですね、が事業の一員のカウンターパートとしてサトレップス事業に参加していること。2番目として、技術開発に関する自然科学的な研究だけでなく、開発された技術の効果的な普及に関する社会科学的な研究というのをサトレップス事業機関内に一体的に実施するということ。で、3つ目として JICA の協力方針に合致した地域、イシュー、クラスターとの関連性が強いテーマの研究を計画することと、この3つを挙げております。と1つずつご説明いたします。まず1番目に技術の最終ユーザーと技術普及の担い手が参加するということですけども、技術の需要を取り巻く社会、文化的、経済的、技術的、制度的な、環境を彼らの方が把握できて適正技術の開発が促進されるということと、その結果およびそのプロセスを把握できるとともに、それに少なからず関与していることから、その技術の活用ということに対するモチベーションが高まるということを考えています。つまり開発された技術が他人事ではなく自分事として捉えられるんじゃないかと思っています。例えば相手側研究代表機関はなんとか農業研究所ですとか、なんとか農業大学とかいうのが多いと思うんですけども、それだけじゃなくて実施期間中に生産者団体、例えば生産者団体ですとか、民間企業ですとかっていうのを実施段階からかませて参加していくというのがいいんじゃないかと。で、最終のユーザーがカウンターパートとしてコミットしてるっていうのが本当に理想的ですけども、なかなかそうもいかない案件であっても、一関係者としてその毎年の年次会議に参加するジョイントコーディネーションコミッティという合同調整委員会ですとか、テクニカルミーティング、よく半年に1回ぐらいやってる技術会議ですとか、そういうところに彼らが参加して加わってるっていうことが重要じゃないかというふうに考えています。2つ目としましては、社会科学的な研究ですけども、これも技術の活用を促進あるいは制約する要因っていうのが科学的に検証されて、その社会実装に向けて具体的な提言というのがこれにより可能になると考えています。で、その検証結果を開発の方にフィードバックすることで、より適正な技術の開発が促進されるのではないかというふうに思います。この社会科学的研究というのがいわゆる PDM の成果の一つとして組み込まれているというのが理想的というふうに考えています。例えば開発技術の経済的インパクトを分析するインパクト評価であったり、その技術が農家レベルへどう普及させるか、普及促進の方法論を検証して実証していくことなど、そういう社会科学的な研究というのも一つの成果として相手側のカウンターパートと一緒に進めていくというのがいいんじゃないかというふうに考えています。で、3番目の JICA の協力方針ですけども、これもサトレップスの5年間の中にいろいろな道筋を立てたとしても、なかなかその通りに進まず、事業が終わった後に何らかの後押しが必要になるケースというのはよくあることと思います。で、これがサトレップス事業が JICA 協力方針に合致しているものであれば、同じ国の中でやっている関連する JICA の事業において、その社会実装につなげていくのフォローを行える可能性があるのではないかと。またそのサトレップスで出た研究成果を
隣でやってる JICA の技術協力プロジェクトの中で活用普及っていうのを連携できる可能性も高まるんじゃないかと考えています。あの協力方針っていうのは先ほど申し上げたグローバルアジェンダですとか、まあ、特に5つのクラスターというものですけども、あの例えばテーマが米の育種ということであればアジアよりもアフリカで提案していただきたいなと考えています。それであればあの先ほどのカードという取り組みでアフリカで稲作の JICA のプロジェクトというのを多くやってますので、その中で実証とか普及っていうのを一緒に考えていく可能性っていうのも出てきます。あるいはテーマが小規模農家向けの何か技術開発っていうものであれば、あの申し上げたSHEPっていうプロジェクトをあちこちでやってますので、その材料の中で取り込んだりですとか、新しいプロジェクトを形成していくときにこのサトリップスの成果を考慮したりできるという可能性があるというふうに考えています。最後にですね、あの今後提案書を作成される方々に対して、あの JICA 側からのお願いというか思っていることを、述べさせていただきます。まず相手国の実施機関 の個人の研究者じゃなくて組織の研究機関としての強いコミットメントがあると望ましいと思います。日本側の研究者だけがやりたいですとか、相手国の特定の研究員だけがやりたいとか、そういう案件ではなくて、あの組織としてやっていくんだというコミットメントが、あの提案書の段階で必要と、それはあの持続性のためにも重要な点と考えています。で2つ目は相手国の政策面との高い整合性ということで、あのこれはもう当たり前のことですけども、事業終了後に政策に合致しているものであれば社会実装の後押しになることが十分考えられます。で3つ目ですけども、あの提案書の段階で JICA 事務所ですとか JICA 本部への事前相談コンサルテーションにぜひあの相談いただきたいと考えています。あのサトリップスだけじゃなくて、あの民間連携事業ですとか草の根協力事業とか、あの JICA でも行ってますけども、その提案書の段階で事前相談というのは普通にやられてますし、あの事務所とか JICA の本部であの一緒に話して、あのこういうことを考えたら取り入れたらいいんじゃないかということをご提案させていただく場合もあります。あのサトリップスはあの JICA と研究機関との間で共同で作っていくっていう観点で重要ですので、あのその場で JICA の方針っていうのも伝えられると思いますので、あのぜひ事務所や本部に事前相談っていうのをしていただければと考えます。これは最後に留意点になりますけども、まず一つ目として、現場訪問っていうのは必須と、相手国関係者と共同で提案書を作成っていうする上で、あの提案の大学あるいは研究機関の研究者が現地を訪問するというのは必須と考えています。あの一度も現地に行かれないまま提案書が提出されることが、あの過去あったケースもあります。必ずやっぱり相手国に足を運んで、あの研究機関と協議していただいた上で提案書を作成していただきたいと考えています。で2番目はちょっと治安の問題ですけども、現地活動地の確認ということで、安全対策上現地活動の制限がないかどうかも留意が必要と考えています。あの提案の段階で現地活動の地がまだあの不明確なまま提案がありまして、それで採択になったと、で調査を始めた段階で、あの実は望ましい地域が日本人の活動の制限のある地域だったということも、あの過去に起こっています。これもあの可能性がある地域が大丈夫かどうかっていうのは JICA 事務所であの地域で把握してますので、あの事前に相談いただければと思います。と最後は、まあよくあるんですけども、あの相手側の研究機関の人件費、給料ですとか残業代ですとか、そういうのはあの先方負担であるということなどですね、あの先方の予算措置っていうのが確認が重要になってくると思います。あのとかく相手国が人件費も含めて研究費用が日本からもらえるんじゃないかというふうに勘違いしているケースっていうのもあの見られます。サトリップスはあくまであの2国間の技術協力の仕組みで実施していますので、あのカウンターパートの人件費、給料などですねは、あの先方政府の負担であるというのが大原則ですので、 JICA ではそれを支出することはできません。あのサトリップスの中でも研究費を相手の給料に回すということはできない決まりとなっています。これは事業を始める上でのやっぱ前提条件ですので、まあ、これらを提案書の作成の段階で相手国の関係者とよく協議していただく上で、あのより良い提案書の検討となるようにあの留意いただければと考えています。ちょっと駆け足になってしまいましたけども、以上があの私の方からの発表内容となります。引き続きいい案件に一緒に作っていければと思っていますので、あの今後ともよろしくお願いいたします。
私の発表を終わりにいたします。ありがとうございました。はい、畔上さんありがとうございました。では続きまして優良事例の紹介の方に移らせていただきます。本日2つのプログラム、プロジェクトについてご発表いただきます。まず、遺伝的改良と先端フィールド管理技術の活用によるラテンアメリカ型小資源稲作の開発と定着、コロンビアの案件でございます。ご発表は、東京大学大学院農学生命科学研究科教授でおられる岡田健介先生の方にお願いいたします。岡田先生、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介のありました岡田です。今日はこのような発表の機会をお与えくださってどうもありがとうございました。それでは早速発表に移らさせていただきます。このプロジェクト の発足 の契機ですけれども、ここにありますようにコロンビアは意外と南米の国ですけれども、お米をたくさん食べておりますが、その競合相手である米国からの米の輸入関税率が FTA によって年々下がるというような状況にありまして、生産コストの削減というものが喫緊の課題でありました。ところが、ラテンアメリカではここにありますような、日本の稲作とは全く違った、投稿線あぜ灌漑、栽培というものを行っておりまして、その水をかけ流しをすることによる水や肥料の利用効率の低さというものが非常に大きな問題となっております。そこで、このようなことを補助造成によって解決するということはなかなか現実としては難しいものですから、私たちのプロジェクトでは、そのような状況に適した、品種を作っていくということ、また栽培あるいは土壌の管理方法を改善していく、また水管理方法を改善していく、そして新技術の普及という、このような4本柱を持ったプロジェクトを開始をいたしました。プロジェクトの当初からこの技術の普及が一つの柱として最初から走り始めたということが一つ大きな特徴ではないかというふうに思います。ここにありますのがその協力の体制ですけれども、特にこの相手国側の機関ですね、これらの機関と協力を持てたということは、このプロジェクトにとって非常に大きな点、良い点ではなかったのかと思っております。それでは、駆け足ではありますけれども、それぞれの課題について簡単にその成果とともに報告させていただきたいと思います。課題の1は先ほど言いましたように育種の課題ですけれども、特に参加研究者によってあらかじめ解明されておりました新根性の遺伝子を現地のリーディングバラエティの中に入れて、そこから新しい品種を作るというそのような課題になっております。またその過程で現地の研究者のレベルアップを目指しました。結果としましてそのような新規遺伝子を導入いたしまして、ここにありますように、新根性が確認された有望系統というものをプロジェクトの終了時までにこのようなある程度の数を作成いたしました。これがそのような有望系統の例ですけれども、既存のリーディングバラエティ F60 とか CT21375 などの中にこのようなドロー1、ドロー2などの新根性の遺伝子を入れるという、そういう有望系統をプロジェクト期間内に作成いたしました。実際の品種にするためにはですね、その後もちろんコロンビアの立ち点において評価試験を行っていかなければなりません。残念ながら今のところですね、まだその品種化に至るまでの結果というものがその試験から得られてはいないんですけれども、昨年度間伐条件下で評価した結果としては非常に有望な結果を得られたということで、引き続きこの品種化に向けて現地のカウンターパートの方で努力をしているところです。またですね、先ほどちょっとご説明しませんでしたけれども、フラールという中南米の稲栽培研究機関、また国などが加わっている機関がございまして、そこを通じて新しく私たちの作成いたしました
サトレプスの予防系統というものが新しい遺伝子源として非常に要望が強く、それらの17の各国に向けて普及といいますか利用がされているというものが現在の状況でありまして、実際に成果がコロンビアだけではなく多くの国において今活用されつつあります。またその課題1のもう一つのテーマとして、このような IT を活用として実際の作物の生育状況を把握し、それを管理に生かすというような、そのようなコンポーネントもございました。このイカカシという既存のものですけれども、それを用いてですね、初めてそのコロンビアにそれを導入しました。その後ですね、コロンビアプロジェクトの最終年からインターアメリカンディベロップメントバンクの協力などによって、コロンビアでそれが引き続き非常に活発にこの研究が行われておりまして、現在2000ヘクタール以上の農地においてこのような機器が用いられているというような報告を受けております。課題の2はですね、ちょっと変わりまして、さまざまなセンシング技術と、それから作物モデルを用いて、現場の農家が使うことのできる意思決定システムを使うという、作り上げるという、そのような課題でありました。一つ大きな特徴として、実際の農家の中で、このような大規模な1ヘクタール規模の実際の補助試験ですね、これを行いまして、ここから得られたデータをもって実際のそのようなかけ流し水田の水収支を解明いたしまして、また作物モデルを用いてシナリオ分析をすることによってですね、最適の水管理技術というものがどういうものかということを策定いたしまして、それを用いることによって実際に収量が上がったり、また水生産性が上がるというそのような結果を示すことができました。そこからですね、その発展系といたしまして、実際にその農家やまた普及員が実際に使うことのできる稲栽培管理ツール、このデータはですね、その作物シミュレーションによって数万回のさまざまな処理を組み合わせた数万回のシミュレーションから出た結果をデータベースとして、それを随時取り出して農家にその仮想実験をした場合、仮想の管理をした場合の収量などを示すという、そういうツールですけれども、これを開発いたしまして、さまざまなコロンビア中部の農家が処理を行った場合の実際の収量というものをこのように得ることができて、これを用いることによってですね、農家が非常に定量的に、また科学的な知見に基づいた最適管理方法というものを決めていくことができるということになりました。すみません、駆け足で話しておりますけれども、課題の3はですね、水管理に関する課題です。大きく見まして、その個々の補助レベルにおける新しい水管理方法の開発、そしてさらにその領域レベルにおいて、それらの水管理方法が果たして本当に領域全体の 水資源の有効活用につながっているかどうかということを確認するという、そういうことを課題として試験をしてまいりました。補助レベルにおける水管理方法としては、ここにありますように補助の中に非常に安価な灌漑のホースを入れまして、そこで先ほど多数の等高線アジで補助が分かれているということをお話ししましたけれども、それぞれの区画に一斉に水を入れることによって水の利用量を減らしていくことができるということを見出しました。これは実は既存の技術ではあるんですけども、コロンビアにおいては初めてこのプロジェクトを契機として現地の稲生産者組合によって導入されたことになります。で、現在は当初は数百ヘクタール規模だったんですけども、2000ヘクタールの水田がこの方法によって灌漑されているという、ちょっと古いデータですけども、そのような報告を受けております。また領域の水管理については、このような水管理モデルを作成いたしまして、それを使うことによって
各プロットレベルでの節水技術が周水域レベルでも効果をもたらすということが、モデルの結果として、示すことができました。最後に、この課題4はですね、ここにありますように、普及に向けた、技術開発、普及のための技術開発ですね。そして、土壌マップを作るということと、それからそれを用いて日本とコロンビアの農家が共に、研究に参画して、それぞれの、技術を高め合っていくということを、目的とした、普及のための研究です。ここには、農業経済系の研究所の方、先生にも参画していただきました。このような土壌マップを作って、そして、日本と、コロンビアの稲作、先進農家がそれぞれですね、の国を総合訪問することによってですね、実際に、非常に有益な、意見交換を行って、このプロジェクトの成果の普及に貢献してくることができました。ここからその成果の話に移りますけれども、一つはテクニカルガイドというものを作成いたしました。これはですね、一つの冊子なんですけれども、大事なことは単なるマニュアルではないということです。あくまで研究成果を農家に向けて、あるいは農家、普及、農業普及に向けて伝えるためのそのような、冊子で、もちろんホームページにも上げておりますけれども、新技術、また新ツール、また新系統、それぞれについて有望な技術を農家さんにレベルで理解してもらうために作成いたしました。もう一つこのようなことを行ってよかった点は、最終年度に向けて研究員自身の意識がですね、こういうものを出していくことが最終的な目的なんだ、もちろんその、研究論文を出すことにも、もちろん力を注いでおりましたけれども、そういうような意識 の、 変革をもたらすことができたということが言えるんじゃないかなと思っております。またですね、もちろんテクニカルマニュアルというものをそれぞれの4つの課題から作成して、これも、シアットの公式サイトの方に上げております。これはそのようなプロジェクトのまとめを、もう一度、まとめたものですけれども、ちょっと修正いたします。最後に、今回のセミナーの、非常に大事な点としての、プロジェクト、推進または準備のための工夫ということについてですね、少し、ゆっくりとお話ししたいと思います。一つ目はですね、このカウンターパートは、シアットというコロンビアにある国際研究機関なんですけれども、そこの研究、コロンビア側の研究代表の、石谷先生がですね、このプロジェクトを始める数年前にこのような2年間の、JSPS JICA 科学技術派遣研究員派遣事業というものを行っておりました。で、実際にこれに参画していた先生も私たちのプロジェクトに加わりましたし、この、プロジェクトに参画することによって、現地のカウンターパート機関が、すでに JICA のプロジェクトの運営方法などを理解し習熟していたということですね。もちろんそのあらかじめ、一部の 共同研究の関係がすでにここで確立していたということもありますが、このようなことで非常にプロジェクトの初期から円滑な、運営をすることができたのではないかというように考えております。それからですね、やはり私たちのプロジェクトの場合には現地のカウンターパートの機関、参画してくださったカウンターパート機関が非常に現地での成果の実装に向けてやはり適していた機関であったということができると思います。で、そこには今日も、ここに参加してくださっていますけれども、現地のシアットのリーダーであった石谷さんの、見識、またその実際の動きというものが非常に大きかったのではないかと思っております。まずこのシアットは、CGIAR 傘下の国際
研究機関ではありますけれども、もちろんその最先端の研究をしてはおりますけれども、それに加えてですね、その社会実装というものがどういうものかということを、まあ、ある意味ではその国際研究機関はこのことは非常によく理解しているんですけれども、まあ発想としてですね、それを最初から持っていたということが言えると思います。から、まあ、最後にこの非常にメディアの有効活用をこのシアットを通じて行うことができたと思います。まあ、独自に広報、部門を持っていてですね、まあ、テレビやラジオのインタビューを行ったり、それからさまざまなパンフレットとかそういうものを発行したり、またニュースレターなどにこの、プロジェクトの、について非常に、頻繁に取り上げていただいたということがあると思います。それからこの2番目として、フェデアロースという機関ですけれども、これは、まあ、いわばお米に特化した農協です。で、農協なんですけれども、まあ、そうですね、ここにありますように実際の品種開発も行っております。そしてその種子を農家に販売すると、それから、技術指導部門というものがあって、これが、まあ、実際に、技術を研究開発してそれを農家に直接伝えるというような活動もやっております。まあ、そういうわけで私たちが開発した技術をこの中に組み込んで普及するということにも非常に熱心でありますし、それから品種をまあ最終的にはそのフェデアロースの品種ということになるわけなんですけれども、そういうまあそうですね、サトレプスで開発されたフェデアロースの品種ということになるわけなんですけれども、その品種をリリースしてそれをまあ実際に販売していくということにも非常に熱心です。それからこのフラールという、機関が先ほどちょっと述べましたけれども、ラテンアメリカ水稲基金ということで、ラテンアメリカの、水稲関係の研究所、それから、普及関係、それから国自身としてでも参加しておりまして、頻繁にですね、この遺伝資源の交換や技術の交換などのためのワークショップや補助研学会なども行っておりまして、私たちのプロジェクト期間中にも、それがあって、そこでこのプロジェクトの成果を、そこ、なんていますか、伝達、発表伝達するというようなことも行うことができました。それからちょっとトピックが変わりますけれども、非常にですね、密接にこの現地側との、コミュニケーションを取ってまいりました。この TCC 技術調整委員会は2ヶ月ごとに開催いたしました。でそのために、まあ、今のように Zoom などが普通ではなかった時代なんですけれども、ポリコムを利用してですね、ビデオ会議を行って、そうすることによって2ヶ月という非常に高い頻度で行うことができまして、またこれもですね、その石谷先生の発案だったんですけども、2ヶ月ごとに英文でプログレスレポートをまとめていくと、これが非常に良くてですね、今でもこれ蓄積したプログレスレポートというものはプロジェクトの一つの財産になっております。それに加えて毎週木曜日に、このプロジェクトリーダーと、それから現地のカウンターパートリーダー、それから長期派遣専門家、プロジェクト調整員からなる 3,4 名のスカイプミーティングを 4,5 名ですね、スカイプミーティングを始めて取っておりました。このような非常に密接な、現地との、コミュニケーションというものも大きかったと思います。それから、これは、そろそろ最後のスライドになりますけれども、プロジェクト開始時から、先ほどの味上様のお話にもありましたけれども、開始時から農家と一緒に実験研究を実施してきました。先ほどちょっと述べましたように、現地の農家において、そこの農家さんが普通に行っている補助管理をしている補助の中に、このような処理区を作らせていただいて、処理区の施肥とかですね、発種などは私たちがやったんですけども、その後は
まあ、現地で農家さんがやるという形で試験を行って、もちろんそうすることによってその農家さんたちの意識も非常に高まり、最初から最後までずっと関心を持って協力してくださいました。それから、その例えばコロンビアの先進3名の先進農家ですねを日本に招聘して、日本の精米技術そういうものを見てもらったり、また逆に日本の先進農家がコロンビアに行くということも行ってきました。このようなことによってプロジェクト成果の農家への迅速な導入というものを行うことができたのではないかと思っております。それからちょっとスライドが実はちょっと作り忘れていたんですけども、最後にちょっとだけもう一つお話をさせていただきますと、プロジェクトの実施体制の柔軟性というものもやはり大事かなと思っております。まあ、ご存知のようにコロンビアはやはり、治安状況が一時期あまり良くない時期がありまして、当初予定していたもう一つのターゲットサイト、コロンビアの東部の方での試験研究というものは断念いたしました。しかしですね、一時期かなり治安が悪かったんですが、再度治安が回復してきたときに、コロンビアジャイカ支所長の桜井さんという方の非常に強い働きかけをいただくことができて、それ以外の地域、例えばイバゲなどにおいて、もう一度、迅速にですね研究を再開することができてできましたけれども、早めにその、東部の方での研究展開を諦めたということは結果的には良かったと思います。それから、やはりですね、ちょっと微妙な話になりますけれども、プロジェクトに参加している先生方の中にはなかなかこの技術実装、研究の社会実装についてよく理解をできておられない先生方も実はおられるというものも実ことがあるんですね。で、このプロジェクトの場合、この中間評価の段階で、JICA の、中間評価団の方々の、ありがたいサジェスションをいただきまして、その中間評価をてこにして、少し粗いプロジェクトの組み直しをすることも可能だよということを聞きまして、若干ですね、その担当者の組み替えというか、そのプロジェクトの中での一概なども行ってですね、それぞれの課題から出る技術というものがやはり農家に直結するような形で出るようにということを行ってきました。それも結果的にはですね、良かったのではないかということを思っております。すみません、少々時間が伸びてしまいましたけれども、以上になります。どうもご清聴ありがとうございました。はい、岡田先生どうもありがとうございました。それでは引き続きまして次のプロジェクトの発表に移らさせていただきます。ベトナム、カンボジア、タイにおけるキャッサバの侵入病害虫対策に基づく持続的生産システムの開発と普及、ご発表いただきますのは名古屋大学農学国際教育協力研究センターの准教授でおられる伊藤佳純先生です。伊藤先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今画面移り変わっているでしょうか。はい、大丈夫です。どうですか。はい、よろしくお願いいたします。はい、本日ですけれども、研究代表者 の、 九州大学の高橋先生に代わりまして、主に社会実装の部分を担当しておりました私、名古屋大学の伊藤の方からご報告させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。で、今日の報告内容ちょっと駆け足になりそうなんですけれども、まずプロジェクトの概要について簡単にご説明しました後に、このプロジェクトにおきまして社会実装というのをどう捉えたのか、そして具体的にどのようなことを実施して、工夫した点、そして直面した課題といった点について触れられるといいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
まずキャッサバについてなんですけれども、あまり馴染みのない方も多いと思いますけれども、東大草科の食用作物となっておりまして、干ばつに強いということもございまして、標高が2000メートル以下くらいの熱帯を中心に広く栽培されております。主にこの芋の部分を食用としております。プロジェクト対象地域でありますタイ、カンボジア、ベトナムといいますのは、アジア地域の中でこのキャッサバの主要な生産国となっておりまして、生産されたキャッサバはチップやでんぷんという形で主に中国に輸出されております。で、日本でも例えば冷凍うどんですとか、コンビニのチルド麺の腰を保つといった目的でですね、多くの加工食品に用いられておりまして、このキャッサバでんぷんというのは非常に用途が多様だというふうに言われております。で、またこのアジア地域におけるキャッサバというのは、小規模農家の収入ですとか地方の経済、そして外貨獲得に向けた非常に重要な戦略作物でありますし、また安価で大量に入手できるでんぷんといいますのは、今後も需要が拡大するというふうに考えられております。このキャッサバなんですけれども、プロジェクト対象3カ国におきましては、2000年くらいからずっと増産が続いております。で、一方でこのグラフ見ますと、タイでは2010年くらいに生産量が減少しております。その原因が侵入害虫のキャッサバコナカイガラムシの大発生と言われております。キャッサバの安定生産を脅かす要因の一つとして侵入害虫の存在があります。2007年にはキャッサバコナカイガラムシが、そして2010年には、テングス病が発生しておりまして、アジアのキャッサバ生産に大きな被害をもたらせております。そしてプロジェクトの開始後にはですね、ウイルスによるキャッサバモザイク病の大発生が起こりまして、現在も続いている状況です。このように侵入病害虫が急速に拡大する原因の一つといたしまして、キャッサバの生産栽培方法の特徴が挙げられます。キャッサバはこのように芋を収穫した後に茎の部分をカットしまして植え付けする、挿し木による栽培が行われますので、一度感染してしまいますと、この種苗としてですね、他社に販売をされたりですとかいう形で拡大していってしまうということがございます。で、この拡大を防ぐためにですね、はやはり国境を越えた広域での病害虫防除を実施したりですとか、あるいは生産地域ごと、生産国ごとにですね、病気のついていない健全種苗を生産したり普及したりしていく体制が求められておりました。そこでこのプロジェクトにおきましては、ベトナムの南部ですね、ドンナイ州と、カンボジアの北西部にございますバッタンバン地域、バッタンバンにおけます病害虫管理と健全種苗生産普及モデルを構築するということを目標として設定しておりました。で、そのためにまずキャッサバ病害の同定診断技術の開発といういわゆる病理の部分、そしてキャッサバ害虫の管理技術の開発という害虫の部分ですね、そして種苗管理体制の構築と、育種新技術の開発で、育種に関する、こういった研究開発というのを、主に行っていきまして、それを、統括するような総合的に、この研究成果というのを、農家さんの方に普及していって、初めてプロジェクト目標が達成できるという、普及を超えないとプロジェクトが成功しないというようなプロジェクトの構成となっております。本日はこの、中課題4ですね、 ST4 というこの普及の部分につきまして、具体的にお話を進めていきたいと思います。で、具体的にどのような普及体制を取ったのかということなんですけれども、まずですね、このプロジェクトにおきましては、プロジェクト側から4つのタイプの普及を行っております。で、1つ目は健全種苗生産者
さんに向けてですね、まあ、健全就業を作れる農家さんを育成するという意味の普及です。で、2つ目は地域の農林水産局の職員に対して、まあ、最低限農家さんに指導ができるくらいのレベルの、技術と知識を持っていただくための普及、そして一般的なキャッサバ生産者さんが自力で病害虫管理をしていくことができるようにするための普及、そしてその他の関係者というのは、まあ、これ一般的に資料を配ったりですとか、プロジェクトの広報を行ったりという程度の普及、4つのタイプの普及を行ってまいりました。で、このプロジェクトにおきまして、まあ、社会実装というのをどう捉えたのかということなんですけれども、まあ、研究成果を社会問題の解決のために応用展開することという、まあ、JST さんからの明確な定義が出ておりますけれども、まあ、先ほど の岡田先生から の紹介もございましたけれども、やはりこの普及という言葉、あるいは社会実装という言葉は、非常に人によって定義が異なるといいますか、持っている感覚が異なることでして、まずこのプロジェクトで私が常にお話しさせていただいたのは、ここで言う普及というのは単なるばらまきではございません。単に農家さんに何かを渡せばそれで終わりということではなく、農家さんがプロジェクトの研究成果を実際に使って何かの問題解決あるいは改善に貢献する、あるいは貢献することが貢献するだろうと思われるところまで持っていくという意味であるということを、プロジェクト関係者の中で、そうですね、プロジェクト開始当初からですね、共有をさせていただいてきました。そして具体的に何を目指してどのような手段を取ったのかということなんですが、まあ、先ほどお話ししましたように、まあ、特にこの3つの普及ですね、普及対象者が異なることに応じてですね、目的が異なっております。例えば健全種苗生産者さんに対してはですね、種苗の生産が、まあ、健全に種苗生産することができるようになってもらうためには、やはり何か一つの情報を渡すだけではなく、定期的な指導に行ったりですとか、一緒に活動を行ったりという、まあ、非常にきめ細かいなサポートが必要になります。で、地方農林水産局の職員に対しましても、やはり耳で聞く、パワーポイントで見るだけ、画面で見るだけの研修ではなく、実際にフィールドに行って具体的に、例えば病害虫管理をするためのモニタリングというのはどのようにやるのかということを実際に体験してもらうというのは、フィールド研修や実習をやる。そして一般的なキャッサバ生産者さんにも、やはり実際にフィールドに出るような形のワークショップをして、病害虫の管理するために虫は、まあ、葉っぱのどういった部分をどのようにチェックしたらいいのかですとか、まあ、そういったことまでを最低限伝えるといった形で、まあ、それぞれ対象者に応じて異なる方法と目的を達成して進めてまいりました。ではこのような活動を一体誰がやるのかということなんですけれども、このプロジェクトではですね、カウンターパート機関は、まあ、大学でしたので、大学は当然普及を担当しておりませんし、ベトナムにつきましては、まあ、普及のメカニズムというのは存在しているんですけれども、プロジェクトのカウンターパートにはなっていないということで、このプロジェクトの中では、まあ、プロジェクトスタッフを育成しながらやるより他ないという状況にございました。で、まあ、プロジェクトから出てくるこの研究成果につきまして、まあ、スタッフと一緒にですね、情報パッケージという形にしまして、まあ、先ほどの岡田先生のお話にもありましたけれども、農家さんが使えるような状態に、まあ、転換してですね、普及をしていくということを行ってきたわけです。で、このパッケージを、プロジェクトの研究成果を利用して、スタッフが、まあ、普及活動をする中で、農家さんとのコミュニケーションの中でさまざまなことを学んでまいります。例えばこのモニタリングシートでは、農家さんがよくわからなかったとか、まあ、文字が読めない農家さんにはこの方法ではうまく伝わらないとかですね、まあ、その学びをですね、またパッケージの改良につなげていくという形で、作成しては改良して使ってという形で、サイクルにして行ってきました。
でその前にですね、非常に重要になるのがですね、実は普及する対象者の実態をきちんと確認しておくことということです。でこれ既存の研究が存在すればそれに依存する形でもいいとは思うんですけれども、まあ、この授業では既存の研究もなかったということもございまして、事前にキャッサバ生産者さんの実態をきちんと把握するという調査を行っております。でこの調査の結果、キャッサバを生産している人というのは意外にもですね、あまりその生産に依存した経済状況を持っていない、つまり 2,3 割の人がキャッサバに重度に依存した家計を持っているんですけれども、それ以外は皆さん大体安定職についていて、副業として生産している方が多いという点ですとか、あるいはこのキャッサバの苗というのがですね、やはり近隣の生産者さんとの間で売買を行われているということで、一度地域の中に感染株が持ち込まれますと一気にその地域内に感染が拡大してしまう可能性が高いということ、そして病害虫に関してどのくらいの知識を持っているのか、具体的にどのような対応をしているのかということを確認してみますと、病害虫ですね、写真を見ても全く名前はわからない、何が悪いのかもわからない、病害虫に対する対策っていうのは何をしたらよいのかわからないという状況であり、近々にこういった情報を農家さんに渡していく必要が改めて把握されたということがございます。でこのような調査結果とですね、他の中華大の3つの研究から出てきた成果をこう合わせる形で、病害虫対策および栽培方法に関する情報パッケージというものを作成いたしました。そしてこれをプロジェクトスタッフによってそれぞれの普及対象のところに持っていくと、活動をするということで、先ほども申し上げました通り、この赤字の部分ですけれども、普及対象者によって異なる普及の方法を取ってきたという形です。情報パッケージですけれども、これもカウンターパートに具体的にどのようにしたら農家さんによりよく伝わりそうか、文字ではなくて絵の方がいいとかですね、これはもう少し噛み砕いて説明した方がいいとか、そういった改良を重ねて、作っていくという対応を取りました。で、このカウンターパートですけれども、今回のこのプロジェクトにおきましては大学の職員、大学の研究者ということもありまして、ほとんどですね、農家さんを訪問したこともない、普及活動もやったことがない、普及とは何なのかもよくわからないという方々と一緒に始めるという状況でした。で、そういったカウンターパートを指導していくということで、まずその農家さんにどのようにコンタクトをしたらいいのか、例えば農家さんにコンタクトするためにはまずコミューのチーフに会って、コミューのチーフに許可をもらってから村長さんを訪ねて、村長さんからまた農家さんに行くとかですね、そういう具体的なやり方を一緒に教えたりですとか、農村調査法といいますけれども、農家からいかに正確な情報を入手するのかっていうさまざまなツールがございます。でこういった農村調査法を現地のカウンターパートに教えていってですね、普及活動の時に活用するといった対応を取ってまいりました。でこれ一つの例を挙げたいと思うんですけれども、プロジェクトスタッフの育成の中でよくあるのが、農家が研究成果、モニタリングシートですとか、病害虫管理というのを導入してくれないと、どんなにこれはいいよと言ってもなかなか使ってくれないと。例えばモニタリングシート、病害虫を定期的にチェックするモニタリングシートの記入方法を教えました。で1ヶ月後にまた来るねと言ったんですけれども、1ヶ月後真っ白だった。そして理由を聞いてみると忙しいからと回答された。で翌月行ってみるとまた忙しかったと言って何も返っていなかったということで、私の方からは忙しいっていうのはやっぱり何て言うんですかね、建前の情報であって、その裏に本当の理由があるんじゃないかなというお話をカウンターパートにもしまして、農家さんとより密なコミュニケーションをするようにお願いしたところ、数ヶ月後にはですね、実は記入方法が全く理解できなかったんだということが明らかになったということがありました。農家さんですね、大学の先生がわざわざ農村まで農家まで足を運んで一生懸命毎月教えてくれる、こんなに一生懸命教えてくれるのに
分からないなんてことはとても申し訳なくて言えなかったということなんですね。ですので、まあ、本当の理由が分からないとなかなか何を改良してもいいのか分からない、どうして活用してもらえないのかが分からないということで、まあ、まずは農家さんとのコミュニケーションを第一にするということで、まあ、次第に農家さんもですね、こんなモニタリングシートじゃとても分からないよですとか、まあ、この項目はない方がいいとか、ここはもう少しこういうふうに変えてもらえないかとかですね、まあ、率直な意見を言ってくださるようになってきまして、まあ、それに応じて徐々に活用してくれる人が増えていく、まあ、こんな事例がございました。で、まあ、このことからも研究成果というのは、まあ、ただこの研究成果として手渡すだけでは誰も使ってくれないというのが実態としてあると思います。で、先ほどの岡田先生の発表にもございましたけれども、その使えるようにする、噛み砕いて使えるようにするプロセスというのが必ず必要になるということ、でそのプロセスを踏むためには農家さんから率直にですね、これは使いづらいとか、ここは全くわからないとかですね、言ってくださるような、まあ、そういう信頼関係が築かれていないとなかなか難しいということがございます。ですので私の方からカウンターパートの方にいつもお願いしていたのは、とにかく農家の茶飲み友達になってきなさいと。で、農家さんが自由に遠慮せずにですね、いろんなことを言える、問題を共有できる、まあ、そういう関係を築くことというのがポイントになってきます。ちょっと時間も限られておりますので、まあ、今日健全種苗生産者の、普及について少しお話ししたいんですけれども、健全種苗の生産というのは基本的に大学ですとか、まあ、カウンターパート機関の方でストックシードとして生産しております。まあ、これは健全、まあ、クリーンなわけですね。でそれを、健全種苗生産者さんが購入して自分のところで増殖をして他の農家さんに販売していくと、まあ、こういう形を取ることで健全種苗を生産普及するような体制が国にない中であっても健全種苗をある程度普及させていくことができるのではないかということで、作ったメカニズムになっております。で実際にちょっとあまり細かい説明をしている時間はいませんけれども、ベトナムでは旧農家が健全種苗生産を試みまして、カンボジアでもですねプロジェクト対象地域で3件、それからそれ以外の地域においても12件の生産者さんが、出来上がりまして、この青いところが一般農家に販売している数ですけれども、かなり一般農家に対する販売も増えてまいりましたし、オレンジの部分がこれ政府機関になりますが、まあ、農林水産省でも試験栽培をしてくれたりというような形で普及が広がってまいりました。ちょっとここは割愛させていただきたいと思います。で直面した課題なんですけれども、もうたくさんありすぎてどうしたらいいのかわからないくらいなんですが、まあ、今日のテーマの趣旨に沿って何が課題なのかということを考えてみますと、やはりその研究機関というところがですね、社会実装する限界というのは挙げられるのではないかなと思います。で研究機関、特に大学に関しましては普及というのは本来業務ではございません。ですのでやった経験がある人もほとんどおりません、まあ、そういった方々と、まあ、一から普及をしていくっていうこと、非常に重労働であるという意味での限界とですね、まあ、プロジェクト終了後にですね、やはり持続的にで大学が持続的に普及活動をするということは考えづらいですので、その持続性の意味で の課題というのが挙げられると思います。そして、まあ、こういった社会実証研修というのを研究というのを専門としている研究者を、まあ、開発途上国で確保するというのは非常に難しいというところがございまして、まあ、何ですかね、一緒にやっていくパートナーとしてですね、やっぱり研究機関っていうのだけっていうのはやっぱり限界があるなというところは私自身感じていたところです。で、まあ、そういったカウンターパートをどうやってそのモチベーションを上げて普及に取り組んでいただいたのかということで3点挙げさせていただくと、やはり1つ目は、まあ、人間としてですけれども、やはり農家に感謝される、頼りにされる、これはやっぱりどんな研究をしている研究者であっても喜んでくれますし、
実際にその普及をやっていることについてですね、やっててよかったなというふうに感じていただける機会になっていると思います。そして2つ目が重要なんですけれども、やはり普及活動であってもこれをいかに研究成果につなげていくのかという枠組みをきちんと作ることであると思います。でこのプロジェクトにおきましては、ベースライン、先ほど申し上げましたベースライン調査を実施したりですとか、普及効果を数量化するような社会学的な研究を行ったりということで、カウンターパートの論文作成に、つなげてまいりました。でその論文がですね、増えていったことによって、日本以外でもですね、留学の機会を得たりということにつながっております。健全種苗生産者さんのモチベーションについてなんですけれども、これやはり前提としてもともと彼らのニーズと課題に合致した研究成果を提供できているかどうかというところが第一だと思いますが、それ以外にも経済的な利益をきちんと確保してあげる。例えば健全種苗を売ると普段の種苗よりも高く販売できるとかですね、そういった付加価値、そして経済的利益をきちんと確保できるようなメカニズムを作ること、あるいはサーティフィケーション何かもですね、喜んでもらえるのであればですね、発行していくですとか、あるいはそのリーフレットやビデオに生産者さんを起用してですね、皆さんに褒められる機会ですとか自慢できるような機会っていうのを増やしていくって、こういったことで、進めてまいりました。で、こういった経験の中で社会実装を行っていく上で鍵なのかなと感じた点について3点挙げさせていただきます。まずはその社会実装の対象者の特定とその実態課題の把握というふうに書いているんですけれども、まず誰の何の問題に寄与するような実装を行うのかというところを明確にする。そしてそのためにはやはり何が課題として存在していて何がニーズとしてあるのかということを、ビジネスと同様ですね、きちんと現地のニーズに合致するような形で研究成果を提供できるようにするというその枠組みの、作り方です。そして社会実装の、普及、チームパートナーの確保というところですね、やはり研究機関だけというのは実際非常に難しいというのは私の実感でもございます。でこれまでお話ししてきたその普及の具体的な活動の内容につきまして、研究者がそこまでやるんですかっていう声が聞こえてきそうな感じもしているんですけれども、現地に普及のメカニズムが実際にある、あるいはカウンターパート機関が普及の経験を持っている、メカニズムを持っているという場合にはですね、そこときちんとパートナーを結ぶという形で、先ほどのまさに岡田先生の説明にもございましたけれども、そういったカウンターパート機関をきちんと巻き込んでいくということも一つの方法かと思います。でそうではない場合はですね、私自身もそうですけれども、この社会経済系の研究者、あるいは実証研究何かを専門としている方ですとか、開発経済学を専門としているような研究者の方々と一緒にパートナーを組んでいくというのも一つの方法かと思います。ただですね、これは一緒にやっていく際には最初からプロジェクトに巻き込むのがポイントではないかというふうに個人的には感じております。やはりこういう普及ですとか、技術協力何かを専門としている立場から見てもですね、これが研究成果です、あとはよろしく、あとはばらまいてくださいみたいな形の、あなたはこう成果をまいてくれるだけで構いませんよみたいな形の、パートナーの組み方ではやっぱりうまくいかないだろうと思います。一緒にその研究成果を共有してくる中で、その研究の中身を熟知して、その重要性、どの部分が農家さんに伝わるべき重要なポイントなのかというところを一緒に考えながら、普及のメカニズムを設計していくということができると良いのではないかと思います。そしてこれもすでに挙げられていることですけれども、プロジェクトメンバー間での社会実装への共通理解、これは非常に時間のかかる苦労した場面でもございましたが、マストだと思います。この点がないとプロジェクト全体で社会実装に取り組むという体制がなかなかできないのではないかなというふうに感じております。でそういった部分を考えますと、終わりにということなんですけれども、やっぱりこの普及というのは何も新しいことではなく、国際協力
ですとか開発分野におきましては、30年40年の蓄積された教訓と過去の失敗例みたいなものがたくさんあるわけでして、でそういったものをサトレプスの事業を開始する前、あるいは事前調査を行うタイミングなんかでですね、実際に研究する方すべてですね、研究代表者のみではなくて研究に従事する方すべてにその共有するようなメカニズムがありますと、何ですかね、もう少しその共通の認識を得やすくなるのではないかなというふうに感じております。すいません、非常に駆け足な上に拙い説明で申し訳ございませんけれども、私からの報告とさせていただきます。ありがとうございました。伊藤先生、どうもありがとうございました。それでは、これまで発表いただきました3つのプロジェクトに、3つの発表につきましての質疑応答の時間を少し設けさせていただきたいと思います。ちょっと時間を押しておりますので、5分程度、1、2個の質問がございましたらと思いますが、そのあたり、ご質問ありましたら挙手でお願いいたします。いかがでしょうか。特に質問がございませんようでしたら、次に移らさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、それでは、辻元さん、よろしくお願いいたします。国際農林水産業研究センターの辻元といいます。聞こえてますか。大丈夫。はい、聞こえています。あ、はい。僕自身もサトレプスの研究代表をマダガスカル課題で務めてて、もうすぐ終わるので、このプロジェクト終了後っていうのをどういうふうに見据えたらいいのかっていうのを考えてるんですけれども、お二方の先生方のご発表を聞いて、ここまで必ずしも伊藤先生がおっしゃられたみたいな農家に定着するっていうところまでは、まだプロジェクト期間の中ではなかなか進まないのはもちろんだとは思うんですけど、今現時点でこのサトレプスを運営された方々、研究者っていうのは現地でどういうふうな社会実装につなげるための取り組みをどのような枠組みで、継続されているのか、それから伊藤先生の中、ご発表の中でプロジェクトスタッフが、復帰を担う、誰が担うかっていうことでプロジェクトスタッフを要請されたっていうことをお話しされてましたけれども、彼らは今何をしているのか、どこの機関に所属して、継続してそういった普及活動ができているのかっていうところをなんか教えていただきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。それでは伊藤先生、ご回答いただけますでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。プロジェクト終了後、まさに非常に懸念される部分なんですけれども、ちょっと今日発表の中では割愛させていただきましたけれども、地方の森林局、そして中央の本省の方ですね、農林水産省の、職員に対する普及というのも行っております。で、彼らが一定レベルはですね、健全種苗の生産の方法ですとか、モニタリングの実施方法というのを身につけております。で、プロジェクトが終了する前にですね、やはりカウンターパート機関ではなかったんですけれども、農林水産省の担当部署、あるいは他のドナーさんとかですね、とお話をしまして、うまくプロジェクト終了後にもプロジェクトの成果が、そうですね、利活用が継続できるような対策というのが可能な範囲でやってきております。以上です。はい、ありがとうございます。他に、すいません、時間ない中だ、研究者ご自身はどうなんですかね。なかなか相手方に任せたっていう感じだけではどうもうまくいかないんじゃないかなっていうなんか意識もあるんですけれども、研究者、そうですね、大学カウンターパートの中でも、その大学というのは
今後同じように農家さんに普及をしていくということは考えにくいです。でその中で、大学が担うべき今後の役割、そして農林水産省の方に引き継ぐべき今後の活動というのを、プロジェクト終了前にですね、議論を重ねてまいりまして、それに応じてですね、必要なことは農林水産省の、東海関担当部局あるいは、地域の、農林水産局の、職員の方に同時にその技術移転といいますか情報ですとかプロジェクトの成果というのを普及するという形を取ってきてまいります。で研究者自身としてはですね、やはりここに主に携わっていた研究者のうちの一人はですね、やはりこういった研究分野に興味を持ってですね、継続的にこの分野の研究を続けるという選択肢をしておりまして、ただいま海外に留学してですね、学位取得を目指しているといったところがございます。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは質問、はい、ラウタさんお願いします。どうか、時間がないのか申し訳ないんですけど、伊藤先生、このプロジェクトは入ったと思うんですか。そのプロジェクトの中にタイが入っていないというのは、もうすでにタイは非常に強力な、カスタ大学の中にいます、そういったことで外しているということでしょうか。それからもう、はい、伊藤先生ご自身も言われてたように、このプロジェクトの成果の持続性ということを考えると、普及部門がそのカウンターパートに入ってないというのは非常に大きいと思うんですね。これプロジェクト開始して以降に、その相手方の特にベトナム その普及機関を巻き込むということはできなかったんですか。以上2点です。はい、ありがとうございます。非常に回答しにくい部分なんですけれどもちょっとあんまりここでは共有できないんですけれども、プロジェクトを申請した段階ではカウンターパートだったというふうにちょっと申し上げておきたい。はい、分かりました。もうそれだけで事情分かります。はい。でありがとうございます。で、タイが入っていないというところなんですけれども、3カ国の中でタイは一番そのキャスタバについて先進的な位置づけにございまして、実はその栽培技術ですとか普及の方法といった点をですね、むしろカンボジアとベトナムの方に普及させる方の技術としてですね、一緒にやってきたということがございまして、それもあって普及のところにはタイは含めていないということでございます。ご質問ありがとうございます。むしろタイからの協力を要請したりしてないのかなというのが私の疑問だったんですけど。はい、タイ、そうですね、でもタイの技術ですか、栽培技術というのはすごくしっかりしていまして、普及方法というのもですね、タイは普及体制がすごくしっかりしておりますので、むしろ研究者の方々はあまり普及方法をよくわからないという形ではありました。はい、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは引き続きパネルディスカッションの方に移らせていただきたいと思います。本日は、サトレプスのインパクト拡大に向けた工夫と課題ということで、パネルディスカッションをしていきたいと思います。ファシリテーターに名古屋大学名誉教授の浅沼先生にお願いしております。浅沼先生、よろしくお願いいたします。はい、浅沼です。よろしくお願いします。時間が限られた中でですね、これからのパネリスト、私も含めてですね、パネリストの紹介にあまり時間を取りたくないということがあってですね、簡単に今日 のパネリストを紹介させていただきます。最初に私が来るっていうのは変な話ですけど、私はですね、このサトレプス の推進委員とかですね、研究主幹っていうのをですね、12年近く関わってきております。名古屋大学の現職の時から関わってきております。それから次 のパネリストの方ですが、今日は3人のパネリストを、
をお願いしています。まず最初は石川浩二先生です。玉川大学農学部環境農学科の准教授で、あられますが、彼は、これから、フィリピンで行うバナナの病害管理の、プロジェクトのですね、副研究代表という立場にあるあられる方です。それから続いて増田美沙先生です。筑波大学の名誉教授でいらっしゃいます。増田先生は現在サトレプスの研究主幹をお願いしています。海外経験が豊富でですね、特にインドネシアとかアフリカとかですね、東南アジアとか、そういうところの、ご経験を生かしてですね、サトレプスの研究主幹をお願いした経緯がございます。3番目のパネリストは佐藤勝正さんという方ですが、JICA の経済開発部、旧農村開発部といいますか、JICA 経済開発部にて現在、灌漑水管理分野の国際協力専門員でいらっしゃいます。で、彼はですね、青年海外協力隊から始まってですね、非常にJICA の専門家の経験とかですね、現場でのその技術の普及ということについて非常に経験の豊富な方です。ということでこの3人の方々をパネリストに迎えまして、短い時間ですがパネルディスカッションを続けたいと思います。インパクトをどうやって示すのかというようなことでですね、それに向けて、これもうすでにJICA の畔上課長、それから二方の発表の中にですね、じゃあどうやったらいいのかとか、どういうように工夫されてきたのかとかですね、そういうことで非常に示唆に富む内容 の発表があったかと思います。で、一つ一つは申し上げませんけども、こういうものも踏まえた上でですね、このパネリストの皆さんにお伺いしたいことはですね、まず第一に、いわゆるサトレプスのインパクトとはどういうことなのかと、社会実装と言いますけどね、どういうことがインパクトとしてこう考えるのかということですよね。それからその考えてインパクトを拡大するっていうところをですね、どういうような工夫とあるいはその拡大における課題があるのかということについてですね、ご自身のお考えも含めてですね、お話しいただければと思います。そして2番目としてですね、今後その今日の聴衆の方々にもですね、サトレプスに応募を考えていらっしゃる方々がいらっしゃると思いますけども、有料案件、今後その有料案件の形成に向けてですね、注意すべき点というのはどういうものなのかと、これについては畔上課長 のご発表の中にですね、もうすでにいくつかJICA の考える注意点ということが触れられておりましたけども、パネリストの皆さんがどのようにお考えなのかということについて、お考えを伺いたいと思います。それではまずインパクトとインパクトの拡大と工夫と課題という1番目の課題についてですね、順番に石川先生、増田先生、佐藤さんということでお願いできればと思います。時間がないところで申し訳ないんですけども、一人3分程度でお願いできればと思います。よろしくお願いします。石川さん、よろしくお願いします。はい、皆様聞こえますでしょうか。玉川大学の石川です。今浅沼先生の方からご紹介があったところなんですけれども、我々のプロジェクトは実は2021年の10月に1年目がようやく始まったというばかりで、私はおととい実は採択後初めて渡航がかなっておりまして、今フィリピンから中継させていただいているんですけれども、私の自身の、プロジェクトを通じてというよりは新生児において留意したことというのをメインにちょっとお話しできればなと思っております。まずですね、社会還元という形で、捉える中で伊藤先生方からの発表からもあったんですけれども、まずそもそもの、社会還元とはどういうものなのかというのを我々プロジェクトメンバーとして非常に、まずは確認したというようなそういうような状況がございました。
まず、定義付けとしては、これはもうウェブサイトにもあるんですけれども、研究の成果、得られた知見、技術が将来製品化され、市場に普及する、あるいは行政サービスに反映されるなどにより、社会や経済に便益をもたらすことというような形で紹介されています。でその中で我々が、要は最初の時点から我々が今後サトレップスで開発していくものというものを、何かしら製品化して市場に普及させる、で、もしくは社会が経済に便益をもたらすというような形で、我々の研究者としてまずは市場を認識した、先ほどの畔上課長のお話にもあったんですけれども、シェップアプローチのような形で出口を踏まえた上で研究を始めるというような、そういうことを念頭に置いておりました。でその中のポイントとしては、相手国政府の、まずそもそもの政策っていうのをしっかり把握しておいて、で導入支援をしっかり唱える、で、また具体的なアクションプラン、これ自体は我々研究者側だけではなくて、実はカウンターパートに農業省とかも一緒に関わっていただいてはいたんですけれども、そういう農業省の中での政策分野の中で、例えばこのプロジェクトが開始されたとしたらどういうような位置づけにあるのか、普及というものがどういう役割分担でできるのかということを我々は、しっかり話し合ってきたつもりでいます。でその中でまた、推進する相手国、つまり今私の案件でいうとフィリピンになるんですけれども、そこの人材、要は農業省が普及を担うとかっていう場合に、カウンターパートの正式なものは大学なんですけれども、そこの大学と一緒に農業省も関わっていただくっていう中で、農業省の方の人材、そもそも普及をする技術とか、そういう普及するシステムっていうのがどういうものなのか、もしくはその人材とか、研修の、そもそもの回数とか、そういうものを把握していたとか、そういうことも、申請時にはいろいろ調べたりしていたところです。で、そもそもの申請時において、これはもう今日の報告者の先生方皆様紹介されたところではあるんですけれども、そもそもこの研究課題に対する、背景、そもそも何が問題なのかというところの明確化であるとか、あとは、これはそれの研究によって内容が違うかもしれないんですけれども、研究の独創性と新規性というのを踏まえた上で社会実装にどうつなげていくか、そういうところも採択のポイントになるのかなというふうに捉えていました。で、その対象国のニーズ調査っていうところに移りますと、これはもう、JICA さんの案件でよくあるものの、中身なんですけれども、対象国のニーズ調査っていう形で、例えばそれぞれの国の国家開発計画であるとか、課題の産業、国への影響、例えばこの課題を解決することで GDP がどの程度上がることが想定されるですとか、あとは経済効果、農業従事者数、そういうのも踏まえた上で、この案件がいかに必要であるというような、そういうところを相手国とも、検討してきた、もしくは話し合ってきたというようなところです。あとはですね、実際に社会実装のところで、焦点を置くと、やっぱり社会として、つまり農家さんとか産業とかというところになるんですけれども、生産地とか農村部ではどういうような、状況なのか、これは伊藤先生のご発表にも特にあったところですけど、そういう農家の方の情報をしっかり把握する、これはベースラインサベイという形で紹介されてましたけど、そういうことも今後しっかり行わないと、我々が1年目でそれを行うことで次の成果につなげていく、で実際に社会実装としてこういうものが必要とされているというところを改めて確認したいなというふうに思っているところです。はい、あとはですね、我々申請時の時に、まず企業さんとかに様々回りまして、その企業さんというのはどういう企業さんかといいますと、まず産業を代表するような企業さんに、ヒアリングを行いまして、そもそもどういうような課題があるのか、で産業の意見と農家の意見というのを確かめて、で実際にそれが、我々のプロジェクトを推進する上でどういう関わりがしてくださるのか、もしくはどういうことをすれば、関わっていただけるかということを把握しました。でその上で、実際に企業さんと話を進める上で申請時に企業さんと共同、参画企業というような形でなっていただいて、実際にその企業さんの力もあって、そういう産業とのつながりというところでニーズ調査が行えているというような、そういうところで今の私からのコメントとさせていただければと思います。はい、以上です。これからプロジェクト開始ということでですね、非常に前向きな取り組みで、普及のことを強く意識した前向きな取り組みで準備をされてきたというお話でした。よくわかります。ありがとうございました。
それでは次に増田先生よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私はもともと大学におりましたので、サトレプスのインパクトというと、まず日本の大学に与えたインパクトを考えてしまうんですけれども、翻ってみると日本の大学はまだ戦後復興期にある1960年代から留学生を受け入れておりますし、外貨持ち出し制限のあった頃から世界の特にへき地におけるフィールドワークを積極的に始めています。そういう歴史的背景がありまして、さらに科研費をはじめとする外部資金が拡充されて、研究費における旅費の制限も今の方には想像もつかないでしょうけれど、昔は旅費に使えなかったという制約があったんですけれども、生物資源領域ではもう海外と関わりのない研究室を探す方が難しいくらい、国際共同研究というのはもうごく普通に行われるようになっていると思います。だから従って日本の大学の国際化や海外経験を通じた若手の人材育成はもうあえてサトレプスの目的に掲げる必要もなくて、十分すぎるほど大学あるいは研究機関の機が熟したときにサトレプスが導入されたと、思っております。でも他方でその ODA であるからにはサトレプスはもう ODA の技術協力のその一つのサブカテゴリーになるわけですけれども、 ODA であるからには日本側の人材育成や研究の発展だけではなくて、相手国にもそれ以上に裨益するところがなければなりません。で、日本と相手国の大学や研究機関同士の協力関係というのはもう申請する前にすでに築かれているであろうし、まあ、それがなかったりすることもまれにあるんですけれども、プロジェクト終了後も徐々に形を変えて続いていくと思うんですけれども、研究自体が成功裏に終われば社会実装はおのずと実現するというそういう考えがあるとすれば、まあ、それは誤りと言わざるを得ないと思います。で、まあ、長くなりますので簡単に申し上げますけれども、社会調査ではスローチェンジバリアブルとラピッドチェンジバリアブルという言い方をするんですけれども、社会実装に何より必要なのは相手国や地域における主要の条件、それはすなわち自然環境と、それからもう一つスローチェンジバリアブルに相当する社会条件に対する理解であると、私は思っております。で、今回報告いただいた2つのプロジェクトに即して見てみますと、コロンビアでは等高線アゼ灌漑というそのアジアから見ると非常に特異な灌漑システムを持っているわけですけれども、それに対して水や肥料の効率が悪いから、それだからもう日本的なその金平化や鶏飯を伴った補助整備をすればいいというそういう提案に持っていくのではなくて、その背景には土地投資を促しにくい所有形態があるというそこを理解した上で、その等高線アゼ灌漑はそのまま固定してそこで何ができるかで、節水型の品種改良やそれに伴う非売管理方法の開発を行っていたと、そういう点が着想として非常に優れていると思いました。でまたメコンプロジェクトの方は種苗センターの提供するストック種苗の増殖にキャッサバ生産者を位置づけて、これが一昔前のプロジェクトでしたら種苗センターを使って有料苗を供給してそれで終わりとなるときに、そしたらじゃあ農民はどうやってそこまで行くのだと、トラックをチャーターしてその取りに行かなきゃいけないんじゃないかと、そういう問題が当然あるわけですけれども、そこに生産者を位置づけて、まあ、プロジェクトが開発した技術の面的な拡大を図っている点、それからもう一つベースライン調査インパクト調査をプロジェクトとして実施しただけではなくて一つのサブテーマとして技術移転を図ったというそういう点が高く評価されると思います。で、まあ、どちらのプロジェクトもこれから終了後どうなっていくのか非常に楽しみだとと思っております。以上です。どうもありがとうございました。増田先生どうもありがとうございました。さまざまな意見の中でですね、やっぱり ODA はその相手国への裨益が重要だというところですね、非常に重要なご指摘かなというように思います。日本のその競争的意識の中にですね、共同研究をその促進するというようなことはありますけれども、必ずしも相手国への裨益ということをその謳っているものは多いとは思えない状況の中でですね、このサトレプスっていうのは非常に独特のその、目的を持ったプログラムではないかというようなことが分かりました。はい、どうもありがとうございました。続いて、勝松さん。あ、はい、
佐藤さん、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。お名前の方を先に呼んでしまいました。佐藤さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、あの発表者の皆さん、ありがとうございました。私、サトリプスはですね、まあ、一昨年ぐらいからちょっと関わっていますので、まあ、あの深いそういった知見とはないんですが、まあ、私はまあ現場の経験をもとにですね、今回ちょっとパネラーとして意見を申し上げたいと思います。まずあの何に対してのインパクトかということで、これは誰に対するインパクトかということもつながると思いますが、まあ、今回はですね、それによって変わると思います。ただ今回は社会実装ということがテーマですので、まあ、私個人としましては、まあ、社会実装としての成果品、成果物ですね、またそれを将来に向けて、社会実装の可能性、そういったところが、サトリプスの一つのインパクトになるかなと思います。あの昨年ですね、私はバングラデシュのやっぱりサトレプス案件でですね、米の安全性と高栄養のプロジェクトの詳細計画策定調査に関わっておりまして、これ実際ですね、プロジェクトのテーマはこれなんですけど、あの農家視線でいきますと、あ、それは我々のニーズではないかもしれないっていうようなところがですね、実際の現場であの私は印象を受けました。農家にとって何が必要かというのは、やっぱり収量を上げることであったり、あるいは家の資材を節約することですね、投入資材を節約することで収益を上げることであったり、そういったことがあります。それでこういった条件の下でですね、米の安全性とか高栄化、高栄養というところをですね、研究成果とするっていうことはの普及に、それを普及につなげるっていうことはそれほど容易ではないのかなというふうに私は感じました。はい、ですからあの私からの提言としましてはですね、米の収量増もですね、このサトレプスのプロジェクトの活動の一つとして評価する必要があるということを申し上げた次第です。またあのバングラデシュの同じ事例なんですけど、これ調査、品種のですね、登録というのがある程度あの目指しているものなんですけど、まあ、これが調査の中 ですね、やはり品種というのは3年から4年かかるということが分かりましたので、そうしますと、プロジェクトが目指す達成、到達目標ですね、そういったことと、あとプロジェクトの活動の全体像というのがやっぱりおのずと変わってくるのではないかというふうなのが現場で認識しました。ですので、このためにはですね、現地の情報をいかに収集、整理し、分析するかというのはとても重要かなと、これも発表者の方からもお話がありましたけど、その重要性を非常に感じております。そしてその一つの方策としましてはですね、やはり JICA 本部はもちろんですけど、JICA の現地事務所、あるいは日本大使館ですね、そういったところからの情報収集の活用も必要かなと思います。またそれに関連しますけど、案件のですね、やはり構想段階からですね、エンドユーザーの巻き込みも重要かなと思っております。特に農業分野であればですね、農家のニーズがどう組み上げるかという工夫が必要だと感じております。やはりそのためには現地の農家の営農形態やですね、その国のですね、普及体制や普及政策、そういったことを事前にやはり把握していくことが重要だというふうに考えておりますので、これもあの繰り返しになりますが、まあ、発表者の方の、でも触れられておりますけど、やはりそういったところでは JICA のですね、有する技術協力プロジェクトの経験とかですね、あと特に大きな現地政府とのネットワークですね、そういったところを、十分に活用することによって、事前にですね、収集、情報の収集分析が可能になり、そういったことを提案書の中に明記するっていうことは、実際に先行する段階もそうですが、先行した後実施する上でも非常に重要なことだというふうに思います。はい、私からは以上になります。はい、どうもありがとうございました。実際にバングラディッシュでですね、詳細計画策定調査をいたさられたんですけども、その経験をもとにですね、要するに農家のニーズ、現場のニーズですね、それが本当にその研究者が考えるニーズと同じかどうかというようなところをですね、少し疑念を持たれたということなんですが、サトリプスではそういうことが往々にして起きがちなんですよね。というのは、研究者同士、お互い両国の研究者同士でですね、これは課題だというように
理解した上でですねやっても、それが本当にその ODA で考える、その技術まで到達、現場まで到達する技術開発のところまでつながるかっていうところですね、あるいはつなぐにはどれだけ時間がかかるかっていうところですね。と特に今例として挙げられた品種登録は非常に時間かかってですね、サトリプスの、まあ、通常5年の間ではなかなか難しいというような状況も踏まえますと、まあ、それでもその、品種登録に結びついた、課題とサトリプスの課題も過去にはいくつかありますが、まあ、そういうようなところも考慮する必要があるかなというような ご意見だったと思います。ありがとうございました。それでは私の方の問いのですね2番目のことですが、まあ、今後ですね、応募を考えていらっしゃる人たちに向けてのですね、まあ、有料案件と、まあ、これまでの議論の中でですね、現場のニーズを踏まえるとか、現地の JICA 事務所とか日本大使館の意見をちゃんと踏まえるとかですね、まあ、あるかと思います。それについてまた3人のパネリストにですね、それぞれ2分ぐらいでご意見いただければと思います。また最初からで申し訳ありません。石川さんからお願いできませんか。よろしくお願いします。はい、またじゃあ石川から始めさせていただきます。私の案件は今、現在やっているのがフィリピン共和国っていうところなんですけれども、まず我々の構想として最初からフィリピン共和国が研究構想の中にあったかって言われると実は違いまして、国際協力でこういうことをしたいねっていうところからチーム研究チームの中で、そこからどこの国がやりやすいのかなっていう、そういうような流れを取ったっていうのは、ちょっと他の先生方ともしかしたら違うかもしれないんですけど、研究課題、研究、我々の研究能力とか研究のそういう対象ありきでどの国がやりやすいのかな、どの国の研究機関がカウンターパートになってくれそうかなっていう形で、我々実は3年ぐらいかけて申請にこぎつけたというようなそういう経緯がございます。でその中で、まずは重要ってなるのが研究、相手国の研究機関の能力とか体制かなというところなんですけれども、そういう中で実際にやはり我々の中で、まあ、日本から近いというのも一つあったんですけれども、フィリピンとのつながりというのが我々有しておりましたので、ではフィリピンにしましょうというような、そういう流れでフィリピンに打診したというような経緯がありました。で、フィリピンの中で確かに研究体制とか能力というところをしっかり踏まえた上で、他のところと やはり違うところというのは日本とのつながり、日本のやり方をしっかり学んでくれている、まあ、学んでくれているというか日本のやり方というのをまあ、JICA のそういう案件とかもそうなんですけれども、そういうのに一応しっかり分かってくださっている。で、一番最初 の JICA の畔上課長からもあったんですけれども、そういう日本の ODA の在り方っていう形、資金とかに関して実際に自分たちで捻出する資金もある程度有している、そういう形で確認した上で研究協力体制を構築していったというところがありました。で、その上でじゃあ実際にこれからどういうふうに進めようかというところで、実際にこの期間の中で我々実は2回申請して2回目で採択されたという経緯があったんですけれども、その中でも実際に1回目よりは2回目の方が明らかに情報収集のところは多く集めておりまして、休みの期間ごとにちょっとフィリピンに出向いていろんな形で各関係機関にインタビューして、で日本にいるときは日本のそういうお互い のプロジェクトはバナナとカカオなんですけれども、バナナの関係各社に日本企業、まあ、現地企業も含めてヒアリングをしたりしてニーズを調査してきたというそういうような経緯もありました。ですので本当にしっかりとした情報を集めていくっていうのもそうですし、また、JICA に訪問するとかも一つありまして、現地のフィリピン事務所にも申請時、もう3年4年ぐらい前になるんですけれども、その頃に JICA 事務所の方も訪問させていただいたりですとか、あと大使館の方にもコンタクトを取っていただいたりとか、で、JICA の本部にも相談に乗っていただいたりとか、そういうの形で実際に ODA 側のニーズでこの研究としてどういう形でありえそうかということも、まあ、本当にご協力あってのことだったんですけれども、そういう形で本当に我々の研究申請っていうのをどんどんブラッシュアップしてきたっていうのはそういうことがありましたので、ぜひ、まあ、本当に研究っていうのはトレンドがあるので今すぐっていうこともあるかと思うんですけれども、しっかり現地の情報とかを収集して研究体制を構築しないと実際に始まってから思うことと違ったぞっていうような形になるかと思いますので、そういう本当にベースをしっかり構築した上で申請っていうのが
本来ならばいいのかなというような形で私自身は思っていたところです。はい、以上になります。はい、ありがとうございました。共同研究の基盤をきちんと作ってから申請するというところ、非常に大事な点じゃないかなというように思います。はい、どうもありがとうございました。それでは増田先生をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。全く石川先生のおっしゃる通り、もうそれに尽きるのではないかという気もいたしますが、先ほど畔上課長からご紹介いただいた、いろいろ案件形成に向けた3つの留意点に即して、それも全く同感なんですけれども、若干補わせていただきますと、1については技術開発のプロセスに誰が参画すべきかという、そういう観点から見て最終ユーザーとして業界団体や民間企業を挙げておられたと思いますけれども、こと生物資源領域では農業や漁業、畜産業、そういった従事者で、今までのところ残念ながら林業従事者というのを対象とした提案はまだ見たことないんですけれども、そういう一次産業部門 の従事者の存在抜きに技術の普及を計画するということは全くないわけではないにしても例外的だと思います。ですから技術開発そのものに現場の生産者を組み込むのは難しいにしても、プロジェクトで提案する技術に対する現場の反応というのは折々確認していってほしいと思いますし、先ほど紹介いただいた2つの先行プロジェクト、どちらもそういう配慮を非常によくしていたということがよく分かって、私としては勉強になりました。で、第2点、これは自然科学と社会学両方必要だというご指摘ですけれども、実は提案時にそうした配慮がなされている提案というのは必ずしも多くなくて、詳細計画策定の段階になって必要じゃないですかっていう必要、そういう流れの中で後から追加的に加わっていくというケースが多いと思います。しかしプロジェクト前後の状態の比較ができないと、そのプロジェクトの成否を正確に判断することが難しいと、そういう評価上の必要性だけでなくて、そもそもプロジェクトのアプローチが妥当かどうかと、そこのところを検証する上でも、ぜひプロジェクトの早い段階でその調査が実施できるという、そういう形で設計していただけると、詳細計画の段階でも非常にスムースにいくと思います。で、3番目の点ですけれども、これに補足しますと、必ずしも日本のプロジェクトである必要はないと思うんですけれども、提案の背景をなす課題に関連して先行して実施されたプロジェクトとの連続性があると、より効率や効果も高まりますし、でポストプロジェクトの判定性も高くなると思います。でサトレプスはただでさえ社会実装という研究者にとってはあまり経験のない要求が加わるに加えて、あれこれ要求するのは、確かに本意ではないんですけれども、やっぱりプロジェクトを開始した後も時間の余裕のある時にはぜひ他のドナーとの連携も図っていっていただければと思います。で、最後に、第4点として申し上げたいことがあるんですけれども、生物資源領域、こと生物資源領域に関わることなんですが、平野部でしたらもうほとんどそれは農業あるいは農地が支配する世界なんですけれども、日本でいう中山間地のような地域を対象とする場合、土地をめぐって、農地と森林というものはしばしばトレードオフの関係にあります。農地が広がれば森林が減ると、 ですからそういうところでのその農業関係の案件というのはどうしても環境問題とも密接な関連を持ってまいりますので、そういうところも留意するような、生物資源と環境と両方またがるようなそういう提案がありましたら、それは今後一層こうなんて言いますか、歓迎されていくのではないかと、そういう気がいたします。以上です。ありがとうございました。はい、増田先生どうもありがとうございました。JICA が畔上課長から示された、3つの、方法についてですね、コメントをいただきましてありがとうございました。そうですね、農業と農地と森林っていうのはやっぱ環境分野で分類されることが多くてですね、なかなか生物資源領域には回ってこないところがありますけども、いくつかそのサトレプスの課題ではこれまではあったかと思いますけど、これからますますですね、その遺伝資源 のバイオダイバーシティの問題とかですね、いろいろ出てくるかというように思います。はい、ありがとうございました。それでは佐藤さん、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。皆さん、お二人の方のコメントと私はほとんど同じなんですけど、これをですね、社会実装
促進する工夫ということで、形成段階だけじゃなくて全体プロジェクトですねの前段階でちょっと、コメントをしたいと思います。はい、まずはプロジェクトの要請段階っていうの、要請段階と選考段階とですね、形成段階と実施段階と、あとフォローアップ段階があるというふうに考えておりまして、まず要請段階ではですね、やはり繰り返しになりますけど、JICA のリソースを活用すると、また現地のニーズを把握すると確認するという作業が非常に重要だと思っております。またプロジェクトの実施体制についてもですね、能力も含め確認するということがまさにこれは重要で、両研究機関でですね、過去にどの程度の実績があったかというのも、これは非常にこのプロジェクトを進める上で、ものすごく重要なこと、テーマだと思っております。あと選考段階です。選考段階なんですが、まあ、これからも今年度のサトレプスの選考が始まりますけど、最終面接の時にですね、日本側の研究者の代表だけではなくてですね、相手側の研究者の代表の方も今オンラインでこういった打ち合わせ会議をすることが、まあ、ある意味普通になっておりますので、そういったところで本当に相手の意欲とかですね、本当に実施体制がどうなのかというところを直接こうお話しする中で確認するというのも有効かなというふうに感じております。あと形成段階ですが、現地調査を通してある程度形成に関わる事故の確認が可能なんですけどですね、これ今実際の、まあ、通常のJICAの技術プロでも行われていますが、2段階方式というのがございまして、プロジェクト開始からまあ半年から1年ぐらいですね、詳細策定計画を実際に現場で活動を通して実施してですね、それによってまあ PDM の見直しとかですね、あと実施体制のやっぱり確認ということも行われますので、場合によってはこういった作業がプロジェクトのフィージビリティを高める上でも重要なのかなという、有効なのではないかなというふうに考えております。はい、あと、そういった PDM が変更されたことにつきましてですね、そこの中にやはり社会実装が変更というか、そこの中にですね、 PDM の中に社会実装活動を明記して、それを JCC といいますけど、合同調整委員会プロジェクトも、まあ、年に1回2回とか実施されてますけど、その時に定期的にその社会実装の部分を確認すると、進捗状況を確認するということも効果的だと思います。あと実施段階では、これも発表者の方から手にありましたけど、やっぱり若手の研究者の方等をですね、通年でプロジェクトに貼り付けるとはに関わってもらうということもですね、これはプロジェクトの進捗状況を確認する意味でも重要ですし、相手側の、何ですか、とのコミュニケーションを継続して、まあ、実質的にその活動の空白期間を持たないということでも重要だと思います。また、人材育成の面でも重要だと思います。あと、最後になりますが、フォローアップ段階としましては、我々エグジットストラテジーといいますけど、出口戦略ですね、それも早い時点、私はやはり4年目ぐらいにはそういうストラテジーをですね、関係相手国とか関係者と間で検討する作業を進める必要があるのかなと思います。それは当然プロジェクト終了後のことを考えた戦略でありますので、そういったところはプロジェクト終わってから始めるのではなくて、プロジェクトの中あるいは後半ぐらいからですね、相手側と関係者も含めてそれに関わるだろうという民間とかですね、農家、普及機関、いろんな NGO も含めてですね、そういったところと協議を始めるのも、必要かなというふうに思います。はい、私からは以上です。はい、ありがとうございました。出口戦略が非常に重要だと、プロジェクトの間にですね、出口戦略をきちんと考えるようにっていう、必要な体制を整えるようにっていうアドバイスだったというように思います。そのためにはやっぱりその社会実装で何を目指すのかというところのですね、チーム内でのその意見の一致というところがですね、これは伊藤先生の発表にもありましたけれども、そこのところが大事かなというように思います。はい、どうもパネリストの皆さんありがとうございました。それではこれまでパネリストの皆さんから出されたご意見等に対してですね、まずご発表のお二人方、伊藤先生と岡田先生からですね、まあ、自分のプロジェクトの
反省っていうのは変な言い方ですけど、もう経験を踏まえてですね、今後その応募するような人たちに対して、まあ、どういうようなアドバイス、こういうところを気をつけた方がいいんじゃないかっていうようなこととですね、その後あの二方から意見をいただいた後、畔上課長からですね、そういうものに対して、まあ、JICA としてどういうように受け取ったかっていうところをお聞きしたいと思います。その他にですね、実はあの今回申し込み者がですね、150名を超える人数でですね、こちら側として非常に驚いてるんですけれども、事前質問がですね、14ぐらい ありました。ほとんどまあ社会実装にの関係でですね、具体的にどうやるのっていうような話だったんですけども、まあ、これまでのその議論の中でそれはある程度カバーされたかなというように思っています。もしまだカバーできていないものがあればですね、後で今回のセミナーはホームページで公開しますので、その時に回答も含めてですね、一緒に公開させていただこうというように思っています。それではまずまたもう一つですね、もう12時半が過ぎました。あと5分程度で終われればというように思っていますので、これからご意見求める人たちご協力お願いします。まずそれでは岡田先生からお願いできますか。はい、ありがとうございます。ですね、やっぱり伊藤先生とか他の方々のご発表を聞いていて、その社会実装とは何かということをちゃんと共通認識するとですね、いうことですね。正直言って私たちのプロジェクトではその点についての議論がなかなかそういう概念的な議論っていうのはですね、なかなかなされていなかったかなと思います。まあ、実際にそれを考えていなかったかというとそうではなくて、みんながそれぞれいろいろ考えていたんですけども、まあ、そういう何て言いますかね、概念的な議論っていうものもやっぱりあればよかったかなということを思いました。はい、で皆さん新しいプロジェクトの方、皆さん最初からそういうことを考えておられるので非常に安心しております。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。急がせてすみません。では伊藤和美先生、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もう反省するところは今たくさんあるんですけれども、私自身もですね、なんと言いますか、非常にいろんな分野の研究者の方々が含まれるような案件に初めて携わらせていただきまして、まあ、今回その病理害虫育種といって、まあ、普段同じ建物の中にいてもですね、一緒に研究することがないような領域の方々と研究ご一緒させていただく機会がありまして、私自身本当に勉強になったなというふうに感じています。ただその中で非常に困難だったのはやはり先ほどから出ております、まあ、共通認識の部分だったということも事実ではあります。でここの部分のディスカッションというのは非常に難しいところではあると思うんですけれども、非常に重要な部分でもあるのかなというふうに思っております。で私自身はやっぱりプロジェクトの中でですね、こういった多分野の研究をまとめていかれるその研究代表者の方々というのは本当に大変だなと感じておりましたし、寛大にですね、それぞれ の研究分野の部分をその任せてくださった今回の高先生に私すごく感謝をしております。この場でお礼を申し上げたいと思っております。でもう一つですね、先ほどからありますけれども、やっぱり社会実装というのは社会という字がついております。やっぱり社会に関わる、社会を変えていく、あるいは社会に適応させるといった意味で、やっぱりより多くですね、今後社会分野の社会関係の研究者の方々を含めるような案件がたくさん上がってくると良いのかなというふうに個人的には考えております。例えばその地域研究ですとか文化人類学的な研究をされている先生方というのは、特定の国や地域において非常に多くの知識を持っておりますし、今日はちょっとお話しする機会なかったんですけれども、実はニーズだけではなくて現地の文化ですとか慣習、特に農業におきましてはその栽培技術なんかよりもですね、その伝統的な栽培方法といったところにうまく照らし合わせをしないとですね、非常に優れた品種を開発しても誰も使ってくれないということが実際には起こりうるわけですね。でそういった点から、地域の人たちにどんな形で
普及するといいのかということを一緒に考えられるパートナーとして、現地に精通した方々を含めていくというところを少しご検討いただけるといいのではないかなというふうに思いました。以上です。はい、ありがとうございます。キャッサバの課題ではですね、伊藤先生が一番最後に仲間になれよっていうように呼ばれて、一番最後の重要な課題を担当させられたっていうところ、担当したっていうことがあってですね、非常にでも参加されたことは非常に良かったのではないかというように思っています。実はこの今日発表いただいた2つの課題はですね、私も研究主幹としてその選考からそれから実施の間ですね、折に触れて、意見を申し上げたり、させていただきました。で、ですからこのプロジェクトがうまくいったいかなかっていうのは、まあ、自分自身の問題としてもですね考えていまして、そういう意味で今日はこの2つの課題を選んでいただいてですね、非常に良かったと私自身もそう思っております。それではですね、畔上課長からですね、皆さんのご意見をいただいた上で、社会ジャイカとしてのお考えというか受け止め方についてお願いします。はい、今日は皆様どうもありがとうございました。私自身も皆様の苦労されていることですとか現場の辛さとかも含めて社会実装どう考えるかっていうのを非常に勉強になりました。社会実装の共通認識のところでよく提案書であるのが、その例えば育種の提案であれば5年間では、まあ、育種のための有望系統が作出されるとかっていうのがよくあると思いますし、まあ、その後品種が登録されて、その後このある地域の農業生産性向上するとか、まあ、貧困削減が図られるっていうふうに10年20年30年先のところまで結構いろいろ書かれているものがありまして、どの辺を社会実装、どの辺を狙うのかっていう、どこまで達成できるのが必要なのかっていうところで結構どのレベルまで求めるのかっていうのをすごい悩むことがありまして、一つは多分詳細計画調査、採択の後に事前調査をやる段階でプロジェクト目標があって、その5年後に上位目標っていうのがあると思うんですけど、サトレプスが終わった5年後のその先の、5年後の上位目標にを共通理解の一つとして、社会実装としてこういう状態になっていることが望ましいと、で具体的にはっていうことで指標で2つ3つ多分掲げると思うんですけど、それがまあ、ちょっと近い意味での社会実装というので、まずは共通認識を持っていただいて、でその後もちろん貧困削減とか食料安全保障っていうふうにいくと思うんですけど、その手前の部分を一つの目安として考えていただくのがいいのかなと。でそれに達成するために、じゃあどういう期間を、先ほどの皆さんも上がったからありました、どういう期間を最初から巻き込んでおくのがいいのかとか、どういう期間が現地にあって、そういうところと共同するのがいいのかとか、そういうのは詳細計画で一緒に考えて、パートナーとして巻き込んでおくっていうのが必要であれば MOU を交わすですとか、RD のサインに加えるですとか、JCC のメンバーに入ってもらうとかいうのもあると思いますので、サトレプスだけで完結するんではなくて、どなたかおっしゃられましたけど、他のドナーのものと連携するですとか、過去の JICA 案件のアセットを使って一緒にやっていくとか、そういうふうにして、このサトレプスだけで社会実装を目指すんではなくて、そういうパートナーと一緒に最初から巻き込んでいっていくと。でそこを農業省の方としても最初しっかり認識を持ってもらうっていうことが、まあ、ちょっと近い意味ではそういうのが大事なのかなと思いましたので、やはり提案段階で JICA 事務所の方に、じゃあどういうところを巻き込んだらいいのかですとか、ここはなかなか能力が難しいとか、いろんな情報は特に現地事務所の現地スタッフは長年働いてまして、ネットワークもありますので、アドバイスできる国できる人はいますので、ぜひ現地行かれた時は JICA 事務所とか日本大使館とか訪問いただいて、その辺の情報を得てからまた提案書を練り直していただくっていう形がいいのかなと思いました。今日は長い時間にわたりどうもありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。はい、畔上課長どうもありがとうございました。司会の不手際で申し訳ありませんでした。今日参加されている皆さんからですね、1問か2問かですねご質問がありましたら、フロアの方からお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。挙手をお願いできればと思います。よろしいでしょうか。はい、
それではですね、今日私の司会の不手際でですね、ちょっと時間がオーバーしてしまいましたが、パネルディスカッションはこれで終わりたいと思います。本来であれば、ファシリテーターとしてまとめをしなきゃいけないんですけども、今、畔上課長からですね、JICA 側のその考え方、あるいは受け止め方、あるいはその今後こうやってほしいというようなことをご説明ありましたので、それに変えさせていただきたいというように思います。どうもありがとうございました。それではマイクを開始します。はい、浅沼先生、パネリストの皆さんどうもありがとうございました。それでは、時間もしておりますので、これにて閉会ということで閉会のご挨拶をさせていただきたいと思います。経済開発部部長でおられる、佐野恵子さんお願いいたします。はい、経済開発部長の佐野と申します。本日は最後までご参加いただきましてありがとうございました。まあ、盛りだくさんでむしろ時間が足りなくても皆さんには申し訳なく思っております。まあ、事例紹介パネルディスカッションともサトレップスで その社会実装の意義ですとかやり方、まあ、それから個々のプロジェクトだけじゃなくて、まあ、事業全体の経験から得られたポイント鍵というものも非常に具体的で説得力のあるお話をいただいたと思いました。JICA にとっても改めてなるほどと思うことですとか、まあ、さらにその JICA として今日はお話伺ってて、まあ、サトレップスやらせていただいてよかったなというふうに改めて思うことばかりでした。まあ、本日のセミナーはそのサトレップスに応募いただく、あるいは応募を考えておられる研究者の皆様だけじゃなくて、まあ、JICA の中でもですね、まあ、在外事務所ですとか国内拠点も含めて改めてまあ共有してサトレップスの社会実装ということについて再認識する機会にしたいなというふうに思いました。また伊藤先生からご提言いただいたその教訓ですとか、まあ、変遷 の研究者の方々へのこう事前共有というか、事前研修については STRDX 室とも相談しますけれども、私としてはぜひ取り入れたいというふうに思っておりますので考えてまいりたいと思います。まあ、非常に実践的な内容でしたので、すいません、まあ、しかも時間も過ぎている中で私がもう付け加えるのは打足になるんですけれども、やはりちょっと最後に JICA の課題部長としての思いを述べさせていただきたいというふうに思います。やはり研究を支援する仕組み制度というのはいろいろあるんですけれども、このサトレップスという枠組みは地球規模課題の解決につなげていくために、やはり研究成果が社会実装されるということを目指しているものです。まあ、そのために JST さん、AMED さんと JICA が連携して、まあ、このサトレップスという事業を運営しているというふうに私ども理解しています。まあ、ですので、まあ、JICA としてはこの社会実装というところにしっかりコミットしていきたいという思いが強くございます。まあ、そうするとまあ、それは JICA がやる部分じゃないのと、まあ、技術協力プロジェクトでやる部分じゃないのという声が聞こえてきそうなんですけれども、畔上のプレゼンテーションにもありましたけれども、まあ、そういう意味でもその JICA の協力方針、まあ、グローバルアジェンダ今日ご紹介させていただきましたけれども、そういったところとこう関連性が強ければですね、いろいろな形でその研究成果の連携ですとか展開ですとか、そういうことができていくので、まあ、やはりそこも意識していただけるとありがたいなというふうに思ってますし、総括のところでもありましたけれども、こう日頃からのご相談というのが有用なのかなというふうに改めて思いましたので、ぜひお気軽にですね、お近くの JICA にご連絡いただければというふうに思っています。最後になりましたけれども、本日ご登壇いただきました岡田先生、伊藤先生、石川先生、増田先生、佐藤専門員、それからファシリテーターを務めていただきました浅沼先生、大変ありがとうございました。そして多くの皆様にご参加いただきまして感謝申し上げます。本日はありがとうございました。